そして庄内銀行の今年3月期の決算も増収増益となりました。庄内銀行によりますと、経常収益は243億7600万円で、去年3月期の決算と比べ4億4400万円の増収となりました。当期純利益も16億3000万円と7300万円の増益です。いずれも2期ぶりの増収増益となります。人件費などの経費削減や有価証券利息配当金が増えたことなどを要因としています。今後の見通しについては、海外の金利が短期金利が高いままということもありますので、マーケット情勢、金利情勢を見定めながら今年度、難しい運営になっていくんではないかなというふうに考えております。来年3月期の業績予想は当期純利益8億円を見込んでいます。